回のタイトルはブリックス連合、ビットコインはアメリカドルに代わる世界の基軸通貨です。ぜひ最後までお付き合いください。主要新興国5カ国からなる影響力のあるブリックス連合は、世界金融構造におけるアメリカドルに代わる可能性のある通貨として、ビットコイン BTC の実現可能性を評価しています。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカで構成されるこの連合は、以前から新たな世界基軸通貨を導入する意向を表明しており、ビジョンを共有する国や企業と協力する用意があると主張しています。ビットコインは主に2つの理由からこの役割の有力な候補として挙げられています。第一に、ビットコインを基軸通貨として位置づけることで、これらの経済がアメリカドルへの依存から脱却し、多様化するのに役立つ可能性があります。第二に、ビットコインの基礎となるブロックチェーン技術は、より合理的で効率的な金融システムを約束します。これはこれらの新興国が既存の大国を飛び越えるための極めて重要なニーズです。この変化がもたらす影響は重大です。歴史的にアメリカドルから金融主権を達成しようとするあらゆる試みは、米国からの激しい反発に見舞われてきました。したがってこの標準からの逸脱は、確かにブリックス諸国による攻撃的な戦略的策略として解釈される可能性があります。こうした発展と同期して、ロシアは特に興味深い取り組みに着手しました。地元通信社のタス通信が報じたように、ロシア中央銀行は暗号通貨マイニングのみに特化した専門組織を創設しています。ロシア銀行総裁のエルビラ・ナビウリナ氏は、暗号通貨は主に国内取引を除く国際決済に使用されると示唆しました。この考えは、ブリックス連合によって提案されている新しい世界通貨が暗号通貨である可能性があるという憶測をさらに煽っています。ロシアが暗号通貨マイニングに明確に焦点を当てていることが、ビットコイン採用の可能性を示唆しているため、これらの論理は勢いを増しています。こうした事態が展開する中、米国は引き続き経済的利益を守ることに断固として取り組んでいます。バンクオブアメリカはアメリカドルの優位性を維持し続けており、アメリカドルは依然として比類のないものであると主張しています。ブリックス諸国が経済連合を拡大する中、米国はその台頭を抑制する取り組みを強化しており、世界的な金融権力闘争の勃発を示しています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。 Thank you.